ノワーク食われる。おい、デバガメ、その男を放せ。やるなら私にしろ。そうよ、貧弱冒険者のカズマなんか食べてもお腹壊すだけよ。おやくわ、今なんて言った。訂正し、いた食われる、本当に食われる。姉ちゃん、やばいよ。ですが、今爆裂魔法を打ったらカズマまで。カースドライトニング、エクステリオン。お兄様、今のうちに離れてください。言われなくても。トウ、カズマが離れたわ。承知です。さあ行きますよ、エクスプローション。姉ちゃんかっこいい。あれほどの一撃を食らってもまだ生きているとは、さすがに伝説級のレアモンスターといったところか。ねえ、今ならあいつに乗っかっても大丈夫なんじゃない。ささっと行って金の電波をいただいちゃいましょうよ。おお、確かにその手があったか。待ってください。アイリス、氷が乗っているところ、水を差すようで申し訳ありません。ですが、歯を抜いてしまうのは少しかわいそうな気がして。アイリス様、なんとお優しい。確かにデバガメは近隣を襲って被害を出しているわけではない。アイリス様がおっしゃるのも一理あるけど、本当にいいのか。せっかくのお宝なのに。ええ、それにアルエさんもさっき言っていたではないですか。ここまで過ごした時間、それこそがかけがえのない宝だって。皆さんと一緒に過ごした夏の休暇こそが私の何よりの宝です。アイリス様、なんと見心の広い。それじゃ、デバガメとはここでお別れだな。あのカメさんが無事にここを離れられるよう、後でちょっとだけヒールかけとくわね。はい、カズマさん特製海鮮丼お待ち。いただきます。もぐもぐ、うまい。おかわり。もう食ったのかよ、早いな。海で食べるご飯はまた格別ですね。はあ、アイリス様、ため息などお付きになってどうかなさいましたか。まさかこの男の雑な料理がお口に合わないとか。雑とか言わないでもらえます。誤解を招くようですみません。お兄様のお料理はとっても美味しいです。ただ楽しい時間というのはあっという間に過ぎてしまうものですね。夏の休暇も終わりと思うとなんだか名残惜しくて。名残惜しむ必要なんてないって。また休暇が取れたら一緒に遊ぼうぜ。本当ですか、クレア。次の休暇はいつです。すぐには無理です。アイリス様は王国になくてはならない尊いお方なのですから。そうですよね。ですが、これほど楽しそうに休暇を過ごすアイリス様の願いに進化一同否やはございません。すぐには無理ですが、またこうした時間を取れるようこのクレアも尽力いたします。はい、ありがとうクレア。さあ、最後の最後まで夏を満喫するわよ。アイリス、私と泳ぎの競争をしない？水の女神として戦いを挑むわ。その勝負受けて立ちます。けど、水の女神って？はあ、アイリス様の水着姿もじきに見納めか。しかと目に焼き付けておかねば。私も最後の勝負に加えてもらうとしようかな。私も泳ごうかな。海と戯れるのも悪くない。姉ちゃん、コミコも勝負する。さすが我が妹です。私も行きます。みんなで競争ですよ。
お前ら元気だな。けどこんな楽しい夏の時間が何よりの宝。アイリスの言う通りかもな。ガーズマン、早く来ないとスタートしちゃうわよ。ビリになった人は帰り道でみんなの荷物を持つ係よ。な、聞いてないぞそんなこと。ちょ、まだスタートするだって。このスバ、わーい、姉ちゃんたちと海だ。みんなで遊ぶのは楽